最小パット数って、うん、まあ多分数えてない時もあると思うんですけど、うん、18ホール回って18ホールですか。いや覚えてないけど、でも20、いや記憶の限りだと23 すごいね。22とか22、23。でも多分そういう時あんまりショットが良くないと思うんですよ。乗ってなくて、あ、ある意味2オンしてなくてみたいな。乗ってなくて寄せ腕っていうのが多いと思うんですよ。寄せ腕でもパー拾ってパー拾ってパー拾ってみたいな、気がついたらむしろチップインもあってみたいな。そうまだめっちゃいいじゃんみたいな。いやでも22はすごい。22、23はちょっと驚異的ですね。いやでもね、それぐらいで出てると楽ですよね。それでパン押してたら最強ですよね。最強じゃあ今のところは、ね、9パット予想なんで9パットで9パット。全部手書きです。ほら、めっちゃ可愛い。しかも聞いて、ファーとか書いてある。可愛い。ほわー。粘土付きです。ボールが埋まりやすいので注意。めっちゃ可愛い。ほら、スカイツリーみたい。今ここのマウンドがあって、ここら辺に行きました。そんな感じです。うん、大丈夫そう。全く広い。OB は手前だけど。はい。むしろ左の方がやばかった。あ、全然いいとこ。全然いいとこです。つま先上がりはちょっと短く持ちます。私は短く、はい、いつもよりね、ちょっと左行きやすいんで。左ですよね、やっぱ、うん、引っかけやすい、はい、突っ込まないよ、突っ込まない。あ、行きやすい方に行った。このまんま、あ、もしかしたらあそこ入る、入ったあとでプロにね、ちょうど教えてもらえやすいんで。ナイスショー、いい感じ。ナイスオンです。ありがとうございます。完璧じゃないですか今。今良かったです。うん、でも手前だ。入ってなかった入ったとか言って、ね、入ったように見えましたよね。見えた。でもちょっと遠かったと思います。私ここ先下がりなんで、どうしても遠いと行きやすいんですよね。遠くと届かないんで。なんかさっきやっぱ遠いのなんか分かるか分かります。遠いそう感じがする、うん、近い方が行っちゃう。あー、うまい、入れ、あー、惜しい、ナイス。初めてこんなまっすぐと転がってったの。今めっちゃ良かった。今の感じですよね。
ぞ。ちょっとびっくり。やっぱ音がめっちゃいい。ナイスー。よかった。うん。そうなんですよ。バターのスライス嫌なんですよね。ドローヒッターだから打ちにくいんだと思う。私もそうなんですけど、ドローヒッターだからちょっとイメージしにくい。こっちにイメージしにくい。スライスは、うん、だからもうめっちゃ練習しました、スライス。めっちゃ可愛い。うん、これリンゴとゴルフがかかってるんですけど、気づいてました。リンゴ、ゴルフ、F あるんですけど、本当は、うんうん、リンゴだって思ったんですけど。そうですよね。あ、でも旗ね。あ、そう、うん、リンゴとゴルフ可愛い。で、カップがハートになってる。違う、カップここ。あ、ここ。違う、新しいのカップ。カップってことにしよう、うん、スタッフ T シャツだとね、うんうん、T シャツだったよね。でやっぱりこう結構運営するのにもいろいろかかるものとかあって、うんうんうん、目に見えないいろんなものに、うんうん、でそれの足しにもなってくるんで、アパレルの、うん、そういうのが、うんうん、だから、まあ、コンサートでタオルとか T シャツ買うじゃないですか、うんうん、あの感じで、うんうん、うちのコンペに来たらリンゴルウェア買ってねみたいな感じですかね、うんうんうん、めっちゃいいですね。でもめっちゃ可愛いわ、うん、やっと褒められたよ。みんなも来てください。かわいい。1日ね、何やってるかな。そうそうそう、何やってます。もう私は朝、まあ、6時ぐらいに起きて、まず朝寝起きで走って、おそう5キロぐらい走ってから運動して練習行って。毎日打ちます。毎日打ちます。故障はないですか。故障今まで一回もなくて、体柔らかいんですよね。おお、元々だからだと思うんですけど。それで練習行って、まあ、ちょっとコースに行って、たまにアプローチとかしに行ったり、うんうんうん、午後から、うん、で終わって、まあ、ジム行くときは行って、うん、夜は何時に寝るとか決めてるんですか。夜はまあ11時前には基本は寝たいなと思ってます、うん、まあ、朝6時とかにね、毎日起きるって思うと。そうそうそう、うん、逆に遅くまで寝ることとかないですか。あの9時とか。そう、遅くまではあんましたくなくて。あ、じゃあ朝早、もう朝方、絶対早く起きたくて。いいね、そう、いいね。私はもう疲れた分9時とか10時まで寝ちゃうっていう。本当ですか。普段は超早いんだけど、うんうんうん、今日はもう無理って言って、しかも目が覚めちゃうんですよ。あ、分かる。そうそうそう、いつまでも寝れなくなりますよね。そうそうそう、ベッドの上にいるのになんかもモニャモニャ。そう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 、みたいな、うん、パッと寝たら5時半かいみたいな。
バンカーよりはいいとしよう。うまい、いい感じ。あー完璧ナイスオー、完璧だ、完璧だ。あのバンカーやってもらおう。さあプロにバンカーに入っていないのにバンカーに入ってもらいます。顎も高く距離も出さなきゃいけない。うまい、え、めっちゃうまいですよ。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。もうこれくらい。わー、やったー、イエーイ、ナイスです。すいません、なんか行ったり来たりさせて。今緩まなかったんだけど、ちっちゃかったですかね。うん、そう、近入りにくいんで、もうちょっと近づいた方が。確かに手も、なんかもう距離が飛ばすクラブ、飛ばさないじゃないですか。方向性重視だから力とかコントロールはしやすい。おお、確かに、うん、結構同じアイアンと同じ感じで構えてるかも。そう、なんかプロとか見てるとこの辺から転がしアップルスポットで構えてる人もいる。ちょっと近づいてみようもいいかも。